アメリカ海軍において航空機及び航空機搭載兵器に関する物的支援を提供する機関である。海軍航空システムコマンドネイバルエアーシステムズコマンド NAVAIR のことは、みんなも知っているよね。その海軍航空システムコマンドが2024年2月7日付のプレスリリースで、軽空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦出雲に搭載される、着艦誘導装置 JPALS ジョイントプリシジョンアプローチ&ランディングシステム1機を契約金額860万ドル約11億3000万円で、製造元のアメリカのレイゼオンインテリジェンススペース RI&S に発注する契約を交わしたことを発表したな。さて、今回は空母化改修が進む護衛艦出雲に搭載予定の着艦誘導装置を発注した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の続きなんだけど、レイゼオンからも2月14日に、NAVAIR 内においてプログラム管理責任を負うアメリカ海軍交通管制プログラム室 PMA213 から、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲向け統合精密侵入着陸システム JPALS を FMS 契約で受注したことが明らかにされたよ。これは2022年12月にアメリカ海軍が FMS 対外有償軍事援助を通じてレイゼオンに発注したもので、今回は2024年度令和6年度に出雲に搭載される予定とされ、防衛省では2022年度令和4年度防衛予算で計上していた出雲型護衛艦改修費用61億円のうちの36億円から支出されるみたい。また、2023年度令和5年度防衛予算においても出雲型護衛艦の改修費として52億円が計上されており、その予算の中から2番艦加賀に搭載される着艦誘導装置 JPALS を取得することになっているな。この JPALS とは、GPS グローバルポジショニングシステムと UHF 並みによって F35 ライトニング2や、FA18 スーパーホーネットなどの艦載ジェット戦闘機及び V22 オスプレイなどのテルトローター機や、ヘリコプターなどの航空機を母艦まで自動で誘導し、空母や強襲揚陸艦への着艦をサポートするシステムで、それらの艦載機にそれぞれに搭載される受信機と GPS センサー、艦艇に搭載するアンテナなどの機器で構成されており、夜間や悪天候時に海上の波高が4メートルある状況でも安全に着艦を誘導できるシステムだぜ。空母や強襲揚陸艦に着艦しようとする航空機は搭載している受信装置によって、GPS センサーによって取得した海上におけるリアルタイムな位置情報を確保すると同時に、航空母艦や強襲揚陸艦側から発信される UHF 波を受信し、それらによる位置情報を照合して時期と母艦との位置関係を正確に割り出して安全に着艦を行うことが可能となるらしい。航空母艦側からは指向性が強い誘導用電波をも発信させることが可能であり、夜間や降天時など着艦しようとする航空機のパイロットの視界が確保できないような場合においても、安全で確実な着艦誘導が行えるよ。この JPALS による着艦誘導については、すべてをシステムに任せる自動制御も可能であり、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用により最も難易度が高く人為的なミスが発生しやすいとされる着艦を、システムを完全かつ安全に行うことが可能だね。アメリカ海軍ではこの JPLAS を、保有するすべての原子力空母に搭載しているのはもちろん、軽空母的に F-35 の垂直短距離離着陸 VSTOL 機である B 型を運用しているアメリカ級強襲揚陸艦などにも搭載しているほか、同盟国のイギリス海軍のクイーンエリザベス級空母クイーンエリザベスとプリンスオブウェールズや、イタリア海軍の空母カブールにも搭載して、これら同盟国空母との共同作戦を実施する際のパイロットの負担を軽減させていて、海上自衛隊の出雲型護衛艦にも搭載することでインド太平洋地域における共同作戦を無理なく実施できるようにしているんだって。レイゼオンのサーベイランス及びネットワークシステム担当社長であるデニス・ドナヒュー氏は過去数年にわたって当社は、PMA213 と海上自衛隊との協力のもと、軽空母として運用される予定の出雲型守る艦での固定翼航空機運用における、
安全性と運用能力の向上をもたらすために、気象条件に関係なく常に正確な着陸が可能となるよう JPALS の改修に努めてきたとした上で、当社はこれまでアメリカ海軍に22機のシステムを予定通り、もしくはスケジュール前倒しで納入しており、この早期納入の実績を日本の護衛艦に対しても引き継ぎたいと考えているとの声明を発表し、出雲型護衛艦への搭載に全面的に協力する姿勢を示したよ。護衛艦出雲における1回目の改修工事では、F-35B が垂直着艦する艦尾に近いヘリコプター発着艦用の4番、5番スポット周辺の飛行甲板の耐熱塗装や、飛行甲板上を滑走路と待機用エプロントに区分する赤と白の短いラインが交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれ、さらに走路部分には黄色の滑走路の表示線であるトラムラインとショートテイクオフライン、バウラインが引かれたな。トラムラインは F-35B が発艦する際の短距離滑走のためのセンターラインとなり、これに沿って滑走を始めた F-35B は飛行甲板上に横に引かれたショートテイクオフライン上で水力ノズルを下側に向けて浮力を増し、さらにそこから250フィート76.2メートル先に引かれているバウラインに達したところで飛行甲板から車輪が離れて飛行状態に入るぜ。これらの飛行甲板上の改修を終えた出雲において、2021年10月3日の日中に四国沖の太平洋上においてアメリカ海兵隊岩国航空基地の第242海兵戦闘攻撃飛行隊所属の F-35B2 機による発着艦試験が実施され、垂直着艦及び短距離発艦の試験が成功したとして、防衛省では5日にその際の動画を公開して大々的に発表したよ。ただし、この時点では出雲に JPALS は搭載されていないため F-35B の誘導は手動で実施されており、アメリカの強襲揚陸艦上で航空機誘導に当たっているベテラン誘導員が担当したものとみられているな。防衛省では F-35B を2025年度令和7年度から導入するとして、最初の6機が2025年度中に配備される予定とされていて、現在急ピッチでパイロットの養成が実施されているとみられているが、2024年年度末から開始される出雲の2回目の空母化改修が終わったとしても、航空自衛隊の F-35B のみで出雲に艦載される航空隊が編成されるかは微妙とされ、F-35B 飛行隊編成まではアメリカ海兵隊が運用している F-35B の海上航空基地として使用される可能性が高いとされているよ。また自衛隊にしても、出雲と加賀の空母化改修が完了するのが2027年度とされていることから、それまでの間にアメリカが海軍の強襲揚陸艦において海兵隊の F-35B を運用するという2つの異なる組織での、共同運用のノウハウについて学ぶ良い機会であるとの見方もあり、海上自衛隊の護衛艦上で航空自衛隊の戦闘機を運用するこの上ない手本となるだろうと見られているぜ。また、出雲型護衛艦に搭載できる F-35B の機数は10機から多くとも14機程度とされていることから、出雲と加賀を合わせても最大で30機にも満たず、中国海軍の空母1隻分にもならないとして出雲型護衛艦の改修と高価な F-35B の導入に防衛予算を投入することを、無駄であると指摘する軍人評論家が少なからずいるようだな。しかしながら、近年緊張が高まっている中国による台湾への軍事侵攻や、毎日のように中国海警局の艦艇によって領海侵犯が繰り返されている尖閣諸島での軍事衝突などが勃発した場合、中国軍が沖縄本島の飛行場などに先制攻撃を仕掛ける可能性があり、その際には航空自衛隊の那覇基地や場合によってはアメリカ空軍の嘉手納基地なども弾道ミサイル攻撃を受けて使用不能となる可能性は否定できないぜ。その場合、南西諸島には大隊となるような長い滑走路を持つ飛行場がないため、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦のみならず出雲型護衛艦も、移動可能な洋上航空基地としての運用が期待され、出雲型護衛艦の軽空母化改修には意味があるとされているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。